次のゲームはですね、ドラゴンエイジオリジンズというゲームになります。で、こちらは解説の方がいらっしゃいます。アトさん、よろしくお願いいたします。はい、明けましておめでとうございます。おはようございます。本日のドラゴンエイジオリジンズ、日本語版の解説を務めます、アトと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でですね、最初に、ビットウォーっていうものの説明をさせていただきたいと思います。AGDQ では、ビットウォーと呼ばれる、ドネートによる、寄付による、投票のようなものが行われていましてですね、今回ドラゴンエイジも対象となっております。おっと、すいません、よいしょ。で、そうですね、今回、エンディング、ドラゴンエイジの、エンディングを選ぶというような、ドネートになっております。こちらの方解説していただいてもよろしいでしょうか。あ、エンディング解説ですか。はい。そうですね。ラスボスを倒すために、主人公か主人公の先輩、これは後ほど解説しますね。先輩が犠牲になる、またはその代替案として、特別な、闇の儀式を行って、誰も犠牲が出ないようにする、そういう3つの選択肢があるんですね、エンディング。で、先ほどの結果を見ていると、あの闇のダークリチュアル、闇の儀式が今ちょっと人気みたいな、はい、またエンディング近づきましたら、その儀式のお話も、しようと思ってすみません、はい、あ、大丈夫です。このエンディングっていうのは大体、いつ頃分かるものなんでしょうか、分岐というのは。そうですね、クリアからさかのぼってまず10分5分ぐらいまでには。あ、なるほど、はい、結構ギリギリな感じなんで。そうですね、ラスボス直前にその判断をしなきゃいけないんですけど、あ、ラスボス戦というか、まあ、最終決戦直前にその決定をしなきゃいけないんですけど、なるほどなるほど、その最終決戦スキップばっかりですごく素早く過ぎてしまうので、はい、そのぐらいになると。あ、なるほど、はい、分かりました。じゃあ他に何かございましたら、解説ストーリー等の説明等お願いできればと思います。はい、分かりました。ドラゴンエイジオリジンズ、ジャンルは RPG ですね。開発はエレクトロニックアーツ傘下のバイオウェアが手がけました。著名なタイトルとしては、スター・ウォーズ・オールド・リパブリック、バルダーズ・ゲート1、2とか、あとマス・エフェクトなんですね。で、ドラゴンエイジシリーズも代表作の一つです。で、本作、ドラゴンエイジ・オリジンズは同シリーズの初代で、大会版は2009年の11月3日に発売されました。ということで、大まかなストーリー説明する。舞台は、セダスという架空の大陸になってます。で、大体数百年に一度、邪悪な怪物、アーチデーモン、これがまあラスボスなんですけど、アーチデーモンに率いられたダークスポーンという、これもあの邪悪な怪物ですね、が進行してくるんですね、地下から。で、これをゲーム内の用語で、この現象をゲーム内の用語でブライトと言います。で、このブライトを終わらせるためには、ラスボスのアーチデーモンを倒さないといけないけど、ラスボスを倒すことができるのは、ある組織に属する戦士たちだけなんですね。で、その、組織のことをグレイウォーデンと言います。で、主人公はこのグレイウォーデンという組織の一員となって、今再び始まったブライトの集結のため東方戦争するというのが大まかな流れです。で、メインストーリーの構成としては大体3パートに分けられるんですけど、第1パート、主人公がグレイウォーデンになるまでの導入部ですね。で、大きなクエストが2つあります。で、第2パート、ウォーデンになってからの話ですね。でかいクエストが6つあります。で、第3パート、最終決戦とエンディングですね。で、ただ、今回の RTA では、第2パート、ウォーデンになってからの大きなクエスト6つというのがほとんど、カットされます。時間短縮のためですね。はい。で、もうちょっとストーリー解説ですね。今回のブライト。大陸南部のフェレルデンという国から始まります。主人公はこのフェレルデンに、
で、ゲーム開始時点で種族とクラスを選択するんですけども、選択によって出自が異なるんですね。人間の貴族だったり、ドワーフの平民だったり、放浪、大陸上を放浪しているエルフの部族の人だったり、で、その出自によって導入部のクエストが大幅に変わるんですね。で、あるいはその後々出てくる NPC の幅が、変わったりします。とりあえずその辺で、はい、あとはゲームが始まってから、はい、ね、はい、わかりました、ありがとうございます。では、AGDQ について、このイベントについて説明させていただきたいと思います。現在、ジャパニーズリストリームでは、海外オンライン RTA イベントのオーサムゲームズダンクイック2021の様子を、公認で日本語ミラー配信させていただいております。オーサムゲームズダンクイックとは、ゲームズダンクイックのチャンネルで行われるオンラインチャリティーイベントです。ゲームのやり込み要素の一つであるリアルタイムアタック、通称 RTA を視聴していただくことで寄付を募っています。今回集まった寄付金は、プリベントキャンサーファウンデーションに全額寄付されます。プリベントキャンサーファウンデーションは、米国に本拠を置く慈善団体で、がんの早期発見と予防に力を注いでいる米国有数の医療機関の一つです。寄付と関連して、特定のゲームには高難易度への変更やエンディングの選択等が用意されていますしですね、今回みたいなビットウォーと呼ばれるものが、行われています。でですね、寄付はカードによってはできないこともあるようなんですが、日本ではちょっとダメだったりっていうこともあるみたいなので、ぜひ一度チャレンジしてみてください。ジャパニーズリストリームではこのような海外のスピードライベントを今後もミラー配信する予定ですので、ぜひツイッターやツイッチのフォローをよろしくお願いいたします。もうちょっと時間かかりそうですかね。Stuff that you might think like, oh, well, we need to focus on this right now, and it turns out, yeah, we actually can in all these different methods and stuff, right? So thank you so much for that. And I was curious as well, just if you had any kind of personal stories or maybe wanted to talk a little bit about maybe the community or the individuals. このドラゴンエイジっていうゲームは、今何作ぐらい出てるんでしょうか？今3作目まで出てます。はいはいはい。3作目が出たのが2014年で、で、つい先日ですね、新作と思われる、はい、トレーラーが、TGA、The Game of Thrones で公開されたんですね。あ、なるほど。はい。じゃあ、今後にまだまだどんどんストーリーが続いていくゲームってことですね。と思われます、おそらく。何とも言えないんですね。はい、多分。なるほど。大変私も、近い入る前からちょっと気になっていたタイトル。あ、本当ですか？楽しませていただこうかなと思います。とても面白いゲームなので、私も皆さんにね、面白いと思ってもらえるような解説をしようと頑張ろうと思います。はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい。You know, really gratifying for us to be able to take kind of the knowledge and skills we have somewhere like a hospital in the U.S. where I work, especially the cancer center, and take them to other regions of the world and provide, you know, that teaching and those tools to others. So that's been really, really gratifying and obviously the funding from all the things that happened has been critical.ですね、今回、GDQ 毎年なんですけど、イエティというサイトでですね、コラボ T シャツだったり、コラボグッズっていうものが毎年ございましてですね、カードで直接の寄付をしなくても、T シャツだったり、グッズを買うことによって寄付ができるという。グッズももらえて寄付もできるというとても
ありがたい存在となっています。私もほぼ毎年購入させていただいております。先ほど貼りましたリンクから、いろいろなデザインの T シャツなどを見ることができるので、ぜひ見てみてください。今は、ガンセンターの方がお話をされる。So I'm not sure I have a favorite video game. I sort of grew up playing, Space Invaders and Pac-Man. But I have a 16-year-old son who was thrilled to actually join me when I was able to come. And I feel like our worlds don't overlap very much these days. So he and I had an amazing trip to Washington. And hopefully, hey, when we can all, when it's safe for everybody to meet back in person again, we'll see you all there at another AGDQ. And one more thing I'll say is I got this amazing thing to hold my badge from the last one. And every now and then I will have either one of our medical students, our residents, or a family member who knows exactly what this is and will ask me where I got it and what my connection is. So I always tell them about awesome games done quick. Wow, that's great. And how you support cancer. I didn't even notice the lanyard. That's so perfect. Well, yeah, and I've been wearing it for 2 years, but it's very rare that someone recognizes it, but it's also very special when they do. Right. Yeah, it's fun like finding those interactions out in the wild, as it were. Thank you, Kathleen, so much for talking with me for a little bit here and for sharing with everybody at home just why these donations are so important, why we do this, and why this work matters, why all these donations matter. I hope that you have a very safe rest of your holiday. We actually pre-recorded this episode a little bit before the event started, so I'm excited to see how the event is going by the time this airs. And thank you so much, and I hope you have a great rest of your week, and thank you so much for the work that you do. Great. Thank you so much, and thank you for all the support from all of you. Welcome back to Awesome Games Done Quick 2021 Online. I'm your host, Brannerfield. If you're just tuning in, we'll be having a run of Dragon Age Origins coming very soon. There is a bid war I want to mention for the ending choice in Dragon Age Origins. Right now, the amount of $2,160 for the Dark Ritual is in the lead. If you would like to see a different ending, you could bid for it. We have a $5 donation from the Hive Train from Zell. Keep that train chugging. We also have $20 from Raging Pumbaa, who says, to the guy that has birthday today. Happy birthday, mate. Here's a present for the Hive Train. Let's crush the record from last year together. Greetings from Germany. I do want to mention the Hive Train that we had earlier. We thank you so much. All of the gift subs, Prime Gaming subscriptions and bits go towards charity as well, so thank you all so much for the support. We have a donation of $5 from Carl Germ. Hey, today is also my birthday, so I want to be part of the $5 donation train that the other donator put in for their birthday and wish them a happy birthday. Put this towards the Skyrim glitchless bonus game. We have $25 from Griff, who says, in memory of my grand Joe and my partner's mom, Elite, keep fighting the good fight, gang. All right, folks, looks like we might be ready for Dragon Age Origins with Lemura. Here we go.
さて、そうですね。始まりましたね。そろそろ始まろうとしています。はい、あ、そうですね。そうですね。I'm Brian Otto. I haven't ran this game, but Lamura is a great friend of mine, and I'm happy to be here on the couch. これタイマースタートのタイミングとかっていうのも分かったりしますでしょうか。スタートのタイミング、この主人公の出自選択と、はい、最初のスキルぶりが終わった時点で、あ、今も開始しました。グッドラックです。はい、グッドラックです。今種族的には魔導士を選択していましたね、奏者さん。奏者さん、はい、すみません。魔導士を選択する理由は、まず戦闘中に使用できるスペルが強力だから。そして、猛スピードで移動できるようになる、グリッジのためには魔導士にしか使えないスペルが必要不可欠だからです。世界観的な魔導士の説明をしたいと思います。この世界の魔導士のこの魔法の才能というのは先天的なものなんですね。で、口述する理由で彼らはかなり自由を制限されています。で、今これいるのがフェイドという領域なんですけれども、このフェイドというのは現世から隔たれた魔法の領域、精神世界です。で、どんな生き物も実体を持ってフェイドに行くことができないとされているので、今主人公は肉体が現世にあって精神だけがフェイドにいる状態です。で、ここには精霊と悪魔がうよいよしているんですけれども、今早速これ精霊が出てきましたね。武勇の精霊です。うよいしてるんですけど、精霊も悪魔も現世に干渉したがるんですね。で、干渉する手段として、特に悪魔は、フェイドを訪れた、まあ、主人公のような魔導士を誘惑して隙を見てその精神に取り付くんですね。で、取り付かれた魔導士は自我を失って周囲の人々を攻撃し始めるわけです。で、そういう事態が街中なんかで発生してしまうのを避けるために、原則として全ての魔導士が魔法の才能があると発覚するとすぐに、各国に大体一つは存在する塔に閉じ込められて、外界との接触を遮断され、自分の力をコントロールすべを、学ぶことになります。で、基本的には一生外に出られないんですね。で、この魔導士集団のことをサークルオブメジャイと言います。で、管轄しているのは、大陸で最も信徒数が多いアンドラステ教という宗教的組織ですね。で、当然サークルに所属することを拒む魔導士というのもいて、で、そういう魔導士は廃教者として教会に追われる羽目になります。で、塔の中に隔離するといっても、塔内部で自我を失った魔導士が大量発生しても困りますので、で、サークルに所属する魔導士はある程度の習熟度になると、サークルの偉い人たちに試練を受けさせられるんですね。で、今主人公がフェイドというこの領域にいるのはその試練の一環です。で、まあ、一番最初にカットシーンのその説明がされたんですけれども、具体的には実際に悪魔とやり取りをして、その誘惑に打ち勝てるかどうか、今これ戦っているのが悪魔ですね、このエリアのボスなんですけれども、その誘惑に打ち勝てるかどうかが試されます。で、成功すれば無事に現世に戻れるんですけれども、失敗するとこの悪魔に取り憑かれて自我を失って周囲を攻撃し始め、サークルに常駐している教会の軍隊、テンプル騎士団に殺されてしまいます。はい、今ボス戦が終わって、で、最初のグリッチですね、経験値グリッチです。無限能力値、あ、経験値グリッチじゃない無限能力値ポイントですね、グリッチです。能力値っていうのはスペルやタレントの習得、あと体力値、攻撃力に関わってくる数字です。で、レベルアップのために3ポイント与えられるんですけれども、それを自由に、振り分けることができます。数字の右のポイント、右の矢印でポイント追加、左で削除なんですけども、このグリッチはですね、ポイントを振り分ける際に、まあ、このタイミングしかできないグリッチなんですけども、どれか1つの能力に3ポイント追加してリセットするという流れを何度か繰り返してから、削除ボタンを押すと、追加してリセットした回数かける3ポイントが加算されていくというものなんですね。例えば追加とリセットの流れを5回繰り返してから削除すると、 5×3 で15ポイント手に入ると。だから好きなだけ、今も600ポイントになってますけども、無限にポイントを得ることができるんですね。で、今振ってるのがマジックとウィルパワーですね。マジックっていうのは魔法の攻撃力に関わってきます。主人公は魔導士なので、これ大事なんですけれども、で、ウィルパワーっていうのは、スペルを使用する際に消費するマナの最大値に関わってきます。なかなか初っ端からとんでもないことをしてきますね。そうですねはい、サークルのこれは塔の中ですね。主人公が、暮らしている塔の中です。で、上の階にいる偉い人たちに、起きましたよという報告をしに行っているところです。
で、塔なので廊下が円形なんですけれども、ショートカットを利用して上階まで駆け上がってきます。今偉い人たち出てきましたね。で、左にいる、まあ、鎧とあの短剣背中に2本背負ってる、人がグレイウォーデン、さっき言ったあのラスボスを倒せる唯一の組織ですけれども、の偉い人です。で、彼の目的はグレイウォーデンへの勧誘および徴兵です。で、ブライトが始まりそうだということで、兵力増強のために、手だれがいないかサークルに探しに来たようですね。で、グレイウォーデンはブライトという災害に備えるためにかなり強力な徴兵権を持つんですけれども、この権利にはたとえ貴族であっても逆らうことができないんですね。で、今の人はサークル、サークルのお客さんなので、お部屋に送り届けなさいと命じられて送り届けて、で、部屋を出たところで友人のジョアンとその恋人に、遭遇しました。で、恋人というのは魔導士じゃなくて教会の人なんですけれども、で、2人で駆け落ちをしたいので協力してほしいと頼まれたんですね。で、主人公は素直に協力することもできますし、偉い人にチクることもできます。これは、まあ、あのプレイヤー次第ですね。で、魔導士がそう簡単に逃げないように塔の警備っていうのはすごく厳重になってるんですけれども、仮に逃げたとしても居場所をすぐに突き止められるように、各魔導士の血が塔の地下に保管されているんですね。で、正確にその血の入った小瓶なんですけれども、で、万が一逃げたらその血をもとに、先ほど言ったその教会の軍隊テンプル騎士団が追跡するという流れになります。で、友達のジョアンはまずそれを破壊したいんですけれども、小瓶が保管されている部屋には当然鍵がかかっているわけですね。で、鍵を持っているのはサークルの偉い人だけなので、鍵を破壊するための道具を手に入れようとしていました、さっき。で、島内の誰かしらの協力が必要なんですけれども、この場合は偉い人に頼んで、その鍵を壊すための道具を手に入れるための権利を手に入れたようです。ということで、地下に、行きましたね。なかなか怪しい動きをしてましたけど。さっきもね、あれもショートカットのテクニックですね。で、今道具を手に入れたはいいんですけど、その肝心の扉の鍵を壊すことができなかったので、別の扉を試そうとしているところです。あ、なるほど。はい。で、ここでまたちょっとショートカットのテクニックなんですけれども。で、まあ、普通に敵倒していきますよね。廊下を進んで、そこに待機させて、で、仲間、ジョアンの恋人ですね、に操作を切り替えると、扉の向こう側にワープできるというそういうグリッチテクニックですね。はい。で、鍵が本当だったら敵を倒しつつぐるっと回って今の小瓶がある部屋にある部屋の裏側から壁を壊して入るんですけれども、それをがっつりスキップしました。で、目的の部屋にたどり着いたので小瓶を破壊して、で、今フラグ回収のために正規のルートで入ってくるはずだった扉を通過しました、さっきですね。で、帰り道でフラグを、そうですそうなんです。で、メインホールに戻ります。はい、戻ったところでジョアンに手を貸してしまったことがバレてしまいました。で、切羽詰まったジョアンはですね、禁忌の魔法を使用して逃げてしまうんですね。で、彼に手を貸していた主人公も、立場が危うくなるんですけれども、そこですかさず徴兵目的のグレイウォーデンが、そいつうちにくれませんかと口を挟んできます。で、先ほど言ったようにウォーデンの徴兵権は強力なので、主人公は拒否することもできずグレイウォーデンに徴兵される流れです。で、2人の目的地は、国の最南端ダークスポーン、今これはですね、目的地に向かうために長い橋を渡らなきゃいけないんですけれども、それをショートカットするための、まあ、グリッチを使用としているところですね。ただちょっと判定がかなり厳しくてですね、どうかな、これ、はいはい、成功するといいですけど、成功するといいですね。今現在2人というか、まあ主人公がいるのは、国の最南端ダークストーンの出現が確認された場所です。で、近くの砦には、まあ、今主人公がいるところが砦なんですけれども、国王軍と国内のグレイウォーデンの連合軍が駐屯しており、あ、成功しましたね、素晴らしい数字、よかったよかった、おめでとうございます。目下ダークスポーンの軍勢と日々衝突しています。で、ウォーデンになるためにはある儀式を行う必要があるので、その準備を手伝ってくれるウォーデンの先輩を探してこいと偉い人に言われました。彼ですね、右、彼です、今後エンディングまで一緒になるキャラクターです。で、先輩と合流したところで、
偉い人に先輩と合流しましたよと報告をしに行きます。あのさっきの壁に向かってカチカチは本当に判定が厳しくって、諦めてしまう奏者の方も結構いらっしゃるんですけど、あ、なるほど、うまくいってよかったです、ね、難しい、よかったです、はい、で今、偉い人からお使いを頼まれました。ダークスポーンがうようよしているすごく危険な荒野に行って、ダークスポーンの血3人分と、鍵のかかった宝箱に保管されている大切なグレイウォーデンの文章を回収してこいと言われています。で荒野に着きましたね。でこれ左上に主人公と仲間の顔が表示されてるんですけど、一番上が主人公で2番目が先輩、そしてあとの2人は主人公と同じように偉い人が各地で集めてきた手だれの戦士たちです。で一緒に儀式を受けることになりますね。さて、まあ、ダークスポーンの血をゲットしなきゃいけないので、ダークスポーンもこれ探しているところですね。そろそろ、あ、いましたね。ちょっとスキルのスペルの説明をしようかな。すごい派手なスペルでしょ。これコープスボムと言います。もう一気に敵が倒れましたね。そうなんです。このコープスボムというのがですね、20秒間、対象に継続ダメージを与えるスペルなんですけれども、で20秒以内にその対象の HP が0になると爆発して範囲内にいる別の敵にもダメージを与えるんですね。でこのおかげで、敵を1箇所に集めて一網打尽にすることができます。じゃあここ結構使ってる感じなんですか。はい、これをそうですね、これむしろこれ、まあ、しかってことないですけど、まあ、これがメインですね。はい、主な攻撃手段になってますね。なるほど、なるほど、はい。あ、経験値グリッチですね。血を集めたのでまだ文章を回収していないんですけど、一旦トリルに戻って、偉い人に話しかけて血をゲットしたんですけどまだ文章を回収していませんという選択肢を選んで会話を終了させると、じゃあもう一回行っておいでと言って経験値をくれるんですけれども、なぜか、話しかけて同じ選択肢を選ぶたびに経験値がもらえてしまうんですね。でこのグリッチを必要と、このグリッチを利用してスピードグリッチに、必要なスペルをゲットします。今これレベル12まで上げようと頑張って話しかけているところですね。シュールな光景が続きます。そうなんです。あ、今ちょうどto using this exploit if you already have like 500 magic points if you're already like that. So we want spells. Levels give you spell slots. で、スピードグリッチに必要なスキルというのがフライングスウォーム、アンタイマジックワード、それからヘイストという3つなんですけれども、最初のそのフライングスウォームが虫の大群に変身できる魔法ですね。で、それから魔法効果を除去する魔法、そして移動攻撃速度を上げる魔法、この3つを同時にかけるとですね、まあいわゆる無敵になれるんですね。爆速無敵主人公になれるんですけど、そうなんです、そうなんです。でこのグリッチを使用するとまず、受けるダメージが HP でなくマナで、肩代わりできるようになるんですね。なので死ななくなるんですよ。でプラス、無制限にこのように爆速で移動することができるようになると。で加えて、虫の大群に変身できる魔法、今まあ人間の姿に、そのグリッチの影響で人間の姿になってるんですけど、この虫の大群に変身できる魔法、今見てもらえると分かるんですけど、近くにいる敵にダメージを与えるんですね。ああ、はいはいはい、これがかなり強力で。さて、荒野のモリガン、荒野の魔女モリガンの登場ですね。彼女は、廃墟者、さっき言った廃墟者、サークルに属していない魔導士です。はいはいはい。で彼女曰く、その大切な文書で、この文書というのがいわゆる協定書のことで、これがあるとグレイウォーデンは国内のドワーフの王国、エルフの部族、そしてサークルに協力を要請することができるんですね。でなんですけど、彼女曰くその文書は当の昔に盗まれていて、今は彼女の母親が保管していると。で好意的なお母様のおかげで、文章を無事に回収できたので砦に戻ります。
案外あっさり手に入れられちゃいましたね。そうなんです。さて砦に戻って偉い人に報告して儀式と思いきや儀式ガン無視で本来ならこの後偉い人に報告に行って儀式が行われて、で主人公を除いたその2人の死因ですね、下あの左上見ていただけるとその下の2人が死んでしまうんですけれども儀式で唯一残った主人公は目前に迫るダークスポーンとの戦闘についての作戦会議に参加する流れなんですね、本来であれば。で、を自ら率いる隊とグレイウォーデンたちがダークスポーン軍を引きつけている間に司令官であるロゲイン公爵が横からダークスポーンを奇襲するという話になるんですね。そういう作戦になるんですけれども、で主人公とウォーデンの先輩は奇襲のタイミングを公爵に伝える役目を授かります。その伝える方法というのが今主人公が入った、まあ、塔のてっぺん、これですね、塔のてっぺんでかがり火を灯すというものです。ここもね爆速で敵を無視してもうすごいガン無視ですね。そうなんです、進んでいきます。そのコープスボムというスキルなんですけれども、あ今使わなかったな。上階に上がってきますね。下から急に飛びましたね、階段の上。あ、そうそうなんです。それもこううまくいくとこうスキップというかショートカットできちゃうんですね。ショートカットかなり対応していきますね。とにかく移動の時間が長いゲームなんですよ。はいはいはい。で道中に敵が今みたいにたくさんいるので、いかにその移動を減らすか、そして敵に遭遇しないようにするかというのがまあ肝になってきますね。また今ショートカットを使ってましたが、普通だと大体何時間ぐらいでクリアできるゲームなんでしょうか。そうですね、難易度ノーマルで30-40時間ってとこですかね。あ、じゃあ相当移動で短縮できちゃうってことなんですね。そうですね移動で短縮できる、かつこのスピードランの場合はメインとなるクエストをごっそりカットしてますので、あ、そこにすごく時間がかかるんですけど、はいはいはい、はい、なのでまあロード抜いて24分でのクリアが可能ということになってますね。あ、ロード除いて24分、なるほど。そうです。ちなみに今この奏者さん、世界記録持ってらっしゃる方で、はい、つい先日もですね記録更新していらっしゃいましたね。24分、3秒とかだったかな。なるほど、じゃあ今回あれですね、記録期待ですね。そうですねさあ、塔のてっぺんに行くとラスボスが待っていますね。でこの早速ラスボスなんですね。あのラスボスというかこの塔のエリアのボスですね、すみません、ラスボスって言ってボスです、失礼しましたさあ、カットシーンカットされてしまいましたが、ここでですね奇襲をかけるはずの公爵が裏切って勝手に撤退してしまうんですね、はい、でなんと王もウォーデンも皆殺しになってしまいます。で塔にいた主人公と先輩もダークスポーンに圧倒されて気絶してしまうと。で目が覚めると先ほどの荒野の魔女の家にいたということですね。で国内、今や国内のグレイウォーデンは先輩と主人公の2人のみになってしまいました。でウォーデンの偉い人を特に慕っていた先輩は、すごくね今ここで絶望に暮れているんですけれども、でこの荒野の魔女の母親のおかげでその協定書の存在を思い出して、おっと画面が向こうの画面が消えてしまったようです。消えてしまいましたね。とりあえず続けます。協定書の存在を思い出して、あ、ロードしあ、今のは労働時間を短縮するためのちょっとテクニックですね、はい、一度ゲーム終了してトップ画面に戻ると、協定書の存在を思い出して、じゃあ2人で国中を回って各組織からの協力を得てラスボスゼロアーチデモンを倒そうじゃないかということになります。でブライトを終わらせるため、つまりラスボスアーチデモンを倒すために達成しなければならない目的が2つここで提示されることになります、はい、まずは国内の各勢力から協力を得ること。具体的には地下に地下に王国を築いたドワーフたち、放浪の旅を続けるエルフの部族、そしてサークルの3つです。で次に裏切った公爵を、権力の座から退けること。で撤退した公爵っていうのは王の死を利用して自ら王位につこうと
しているんですね。でラスボスアーチデーモンというのは強力ですから、それを倒すためにはブライトの専門家であるグライウォーデン、まあ、主人公と先輩ですねを筆頭にして国中が一致団結しなければならないんです。しかし公爵はグライウォーデンを軽視して、アマツさえウォーデンに国王殺害の罪をなすりつけて殺害しようとしてきます。で加えて先の戦今マップ移動中ですね。ランダムエンカウントするんですけれども、マップ移動中に、はい、あ一番いいのが出ましたね。このランダムエンカウントっていうのはその、まあ、敵もランダムなんですけれども、はい、メインストーリーの進行具合によってどの敵が出るかが変わるんですね。あなるほど。で今一番いいのが出ましたね。あれ説明している間にはい、ここからパート2なんですけれども、公職は数十年前の戦いの功労者で国中から尊敬を集めているので、彼から権力を引き上がすためには公職と同じぐらいの名声を持つ別の貴族を味方につけようということになります。で今首都にやってきました。で時短のために関連クエストというのががっつりスキップされているんですけれども、道中で公職に匹敵する名声を持つ貴族を味方につけたことになったのでなっているので、なるほど、はい、なるほど。ここデネリムの地で諸侯会議、デネリムの首都ですね、諸侯会議という伝統ある会議を開催して、領主たちの前で公爵の裏切りを暴露して彼を退けて、ついでに正当な王を据えようという流れになっています。本当だったらドワーフエルフサークルからの援助の約束を取り付けてアージデーモンと対立する用意を整えてから公爵を倒そうという流れになるんですけれども、その辺のクエストはカットです。走ってるだけで約束を取り付けてきちゃうと。そうなんです。というところですね、亡くなった王の妻かつ公爵の実の娘が公爵の部下の家に囚われていることが判明するので、これを救出に向かいます。今公爵のその部下の家に入ろうとしていますね。コープスボムを使用していきます。はい、その王の妻かつ公爵の娘、まあ、公爵の娘ではあるんですけれども、政治または統治手腕にすごく優れた人なので、ここは一つ救出しておいて公爵と対峙する際に助けてもらおうという思惑です。なんですけど、ここまあ、もちろん協力してもらわないこともできます。でまたですね、彼女と話す際には細心の注意を払わないとドタマで裏切られるんですね。ああ、なるほど。そうなんです。まあ、ここもまあプレイヤー次第ですね。はい、今壁の裏側を通ってショートカットして公爵の部下のいるところまで、はい、まっすぐね突っ走っていきます。Where you would leave the basement from normally, so that we can just immediately go to Arlhau and kill him. この公爵の部下というのはですね、野心と嫉妬からある貴族一家に対してクーデターを起こしてるんですね。でその、まあ、ある貴族というのがそのさっき言ったその裏切りの公爵の、ま、敵みたいなポジションにいる人なんですけども、はいはいはい、で羊選択の際に一番最初ので人間を選ぶとその辺の話を深く掘り下げることができます、ね、ああなるほど、はい、でまあ公爵の部下と対峙して今これを倒しましたね。で王の妻元妻が元王の妻が囚われている部屋の鍵を手に入れて彼女が囚われている部屋まで、いきます。何回もやることでストーリーをどんどん深く知れるんですね。そうなんです、そうなんです。ロードが長いんですよね、このゲームね。すごい長いですね、時代を感じやすいです。そうなんですよ。はい、今一瞬で胴に挟まってたのが元王の妻です。で彼女を救出したところで公爵の別の部下に発見されてしまいました。で随分な多勢 だったんですけど、今一瞬だったんですけど、一応抗うこともできるんですけど、全員倒すのはかなり骨が折れるんですね、はいはいはい、でここは素直に降伏したようです。今がプレイヤーが真っ赤になってたのはあれは何かあるんですか？なんでしょうね、デバフ、いやデバフ、バフがかかってるせいかな、そんなに多分何らかの影響だと思いますけど、少なくとも普通の状態ではない。まあそうですね、まあそうですね、はい。
降伏して、で、首都の、西部にあるドラコン砦という、強固な砦に囚われてしまいましたが、ここでですね、先ほどお話しした死ぬはずだった新兵ダベスという男がいるんですけれども、はいはいはい、このダベスとあとグリッチを使用してあっさりと今脱出しましたね。はい、脱出しちゃったんですね。しました。砦からそのダメスを利用してキャンプの方に、ファストトラベルをして、で町に戻るという、まあ正規のルートではないですね、間違いなく。はい、ああ、なるほど。裸のおっさん言いましたけど、あれ囚われていた別の人ですね。あ、今またこれロード時間短縮のテク使用中ですね。Longest boss fight than the final boss. If we were to do it. So here. なかなかハイスピードで進んでいきますね。そうなんですよ。はい、砦から脱出することができたので、貴族のね、あ、とか、まあ、助け出した元王の妻の元に、戻ります。Now we're headed back here to Arlumen.これ右にいるヒゲのおじさんが、その先ほど言った、公爵と対峙する際に味方になってくる貴族です、ね、あ、なるほどなるほど、はい、いつも俺が約束してた方、そうなんです。急に出てくるんであれなんですけど、ダベスマジックにより砦から脱出したところで、元王の妻から公爵が異民族区と呼ばれる場所で怪しい動きをしているという情報を得ました。公爵を退けるための重要な証拠を得られるかもということで、調査のために異民族区に向かいます。でこの異民族区というのは、町に暮らすエルフが押し込められている地区です。でエルフたち一応国民としては扱われるんですけれども、彼らの地位は限りなく低くですね、また差別の対象にでもあります。で今これまた、グリッチ使用してますね。あ、だから全員向こう入っちゃいましたね。そうなんです。今の仲間に特殊な方法で話しかけると壁の外側に移動できるというね、はい、グリッチになっています。そのグリッチを使用してランダムエンカウントした、敵をこう、まあ、欺くじゃないですけど。あ、空を歩いてる。またこう同じようにね、壁の外側を歩いて、目的の場所まで向かいます。この異民族、異民族区内のエルフとの会話を通して、で公爵が奴隷商人、今出てきているこのローグの人ですね、と取引していることが判明します。エルフはそのチームスでよく奴隷商人のターゲットになるんですけれども、今の様子を見ていると悪しき奴隷商人を殺さずに逃がしてしまったようですね。まあ、証拠を得たのであとはお好きにどうぞっていうことなんでしょうね。戦って倒すこともできます。ここはプレイヤー次第ですね。エルフですね、ここフェレルデンを含めて大陸の南部では奴隷の所持だったり取引っていうのは禁止されているんですけれども、北部の一部の国では合法なんですね。でさっきの奴隷商人っていうのがその北部の、人です。設定がめちゃくちゃ深いです、ね、そうなんです。世界観、綿密なその世界設定っていうのもね、ドラゴンエイジの魅力だと思います。ものすっごい分厚くて でかい設定資料集が2冊も出てるんですね。2冊もあるんですか。そうなんです。聞いてるだけでワクワクしちゃいます。さて、まあ、そろそろ初公会議がスタートですかね。この初公会議というのはその伝統的な会議なんですけれども、まあ、年一で開催される、なんていうんですかね、いろんな、まあ、法律だったりを、制度だったりをその貴族たちの間で決めるっていう、そういう会議なんですけれども、王が不在の際にはその諸公会議で王様を決めるんですね。で今も王様が不在の状態なので、それを決めようとなっています。今公爵の部下が出てきましたね。諸公会議スタートです。諸侯の支持を得られなくてもですね、公爵を一騎打ちで倒せば言うことを聞かせることができるので、はい、なのでここでの一番の問題はですね、誰を王に据えるかですね。これもエンディングに関わってくる大事な選択です。実はですね、ウォーデン先輩は亡くなった王様の腹違いの弟なんですね。
で、建国から続く王家の血を継いでいます。で、戦王には跡継ぎがいなかったので、現状彼が、王位継承順位の1位にいるわけですね。で、対して戦王の妻っていうのは、王家の血は持たないんですけれども、民からも人気がある人で、なので継承権のある先輩を 王に据えるか、実績のある戦王の妻に続投してもらうか、もしくは2人を共同統治させるかっていう選択肢を迫られるんですけれども、ここでは先輩を王様につけた、王位につけたようですね。あ、なるほど。はい。この最後の選択肢に関係がある。そうですね、はい、エンディングがちょこっとだけ変わります。ただですね、彼は自分が王様になることをあんまりよくは思ってないので、今左下見ていただくとアリスターディスアプルーブスって書いてあると思うんですけれども、これオーデ先輩の名前がアリスターっていうんですけど、先輩の好感度が下がったよっていうことです、ね、はい、ああなるほど、はい、細かいですね、すごい。そうなんです、この交換のシステムによって、まあ、仲間と仲良くなったりならなかったり、まあ、あるいはその恋愛関係に発展したりっていうようなこともあるんですね。あ、はい、そうです、王様先輩です。さてここからはもうラストバトルですね。あとラストボスまで一直線っていう感じですけど、またここランダムエンカウントがどうかな、出ない時もあるんですけれども、あ、はい、エンカウントしましたね。ああ、でもこれはいい方の敵ですね、まあ、敵っていうか、まあ、今の時点で発生するシチュエーション3つあるんですけれども、はい、その2つが戦闘が発生しないまあ、シチュエーションで、一番最初に出た、はいはいはい、さっき の, マップ移動中に出たものが一番いい、全く敵と遭遇しないで即出られるシチュエーションで、今のが2番目にいいシチュエーションですね。かなりついてますね。さて、レッドクリフという町があるんですけれども、主人公たちもそこに向かっています。理由は、そこにダークスポーンの軍勢が迫っているということですね。はい、グッとダークスポーン倒していきます。本当はyeah, 今倒した敵の向こう側にも村があるんですけど、そこの敵はガン無視していきましたね。あ、なるほど。目の前の敵だけ。そうです、急いでますからね。そうですね、急いで倒さないといけない。そうです。で、今そのレッドクリフのお城に着きました。先ほど述べたその味方になってくれた貴族の人は、はいはいはい、このレッドクリフという場所を治めている人なんですね。はい、すごいですね、バッタバッタと敵が倒れていきますね。何もしてないのに倒れてる。そうなんです。これも先ほど言ったフライングスウォームという虫のおかげなんですね。そうです、そうです、そうです。わー、すごい。わー、すごい、通っただけで。これすごいですね。いつもだったらここでコープスボムを出してドカンと一発爆発させるんですけれども、スウォームだけでなんとかなってますね。で、ここ何ウェーブかあります。ここのボスが出てきましたね。これをデバフをかけて、あ、一気にしちゃった。そうなんです。What would you say is, aside from, you know, like random elements like those encounters, what is like the main thing that you know, separates? さあ、お城の中に入っていきます。This game is it like combat optimization, or you know, what are like some of like the skill based elements? Some good questions. I don't really have any good answers to that. I think it's just a little bit of a mix of everything. It's not like any one thing that's particularly more important. Yeah. It's like knowing how to optimize movement, knowing how to get through dialogue fast, knowing. So in short, yeah, it's a little bit of everything. ちょっとロードが長いのでまだカットシーンできないんですけど、説明を始めますね。あ、はい。村を救って息をつく暇もなく、首都デネリムまで2日の距離にダークスポーンの軍勢が迫っているという情報が明かされました。はい。ということでですね、決戦前夜ですね。はい。
で、ケゼン前夜にですね、衝撃の事実が明かされるんですね。さっきちょっとちらっと言っちゃったんですけど、ラスボスアーチデーモンを倒すにはグレイウォーデン1人が犠牲にならなければならないというんですね。でというのはアーチデーモンっていうのは基本的に不死なんですよ。で、はい、仮にその体力バーがゼロになっても近くの生き物にその魂が移動して蘇ってしまうんですね。ただしその近くにいる生き物というのがダークスポーンの血を飲んで心身ともに汚れている、ウォーデンであればその体にアーチデーモンの魂が入り込んでも復活に至らないという仕組みになっています。ああなるほど。ただしその2つの体に2つの魂を存在させることはできないのでウォーデンの魂もアーチデーモンの魂も壊れてしまってでウォーデンは結果的に死んでしまうと。なるほど。故にアーチデーモンとすにはウォーデン一人の犠牲が必要なんですね。なるほど。ただしという話でこれがその先ほど あのビットに関わってくる選択なんですけれども、はい、初登場以降全く出番のなかった荒野の魔女モリガン、主人公を助けてくれた人ですね。はいはいはい。がちょっとこう裏技を使えば誰も死ななくて済むよっていう方法を提案してくれるんですよ。その提案というのが、決戦前夜に、はい、その魔女とそれから男性のグレイウォーデンが、はい、特別な儀式をして、でその儀式の中で、子供を作るとなるほど作るとでそうすると、アーチデーモンを倒してもその魂がその子供の方に行くんですね。ウォーデンじゃなくて、で子供の魂はまだこう、完成されきっていないのでそのアーチデーモンの魂を体に受け入れても、まあ死ぬことはないと。はいはいはい。その魔女の体内にいる子供ですね。でそのアーチデーモンの魂を持ったまま生まれてくるという儀式なんですね。そのようにしてその犠牲を回避することが、できますよというものです。はい。なるほど、ハッピーエンド。まあそうですね。これでですね、主人公が女性ウォーデンで、で、まあ、先輩とロマンスをしていたりすると、先輩とそのモリガンが儀式をしなきゃいけないみたいなことになり、はい、ちょっとこう気まずさはありますよね。複雑ですね。ちょっと複雑ですね。あ、子供はですね、そう、子供は大丈夫です。アーチデーモンの魂を持ったまま生まれてきます。はい、また、なんか。耳と目で大洪水が起こってますね、情報の。そうですね、最終決戦です。今うまくいきましたね。ロード開けと同時に戦闘が始まってしまうんですけれども、その直前に、ポーズしてステン、今のステンですね、会話して、そのグリッチを発生させて、壁の外に行きたいんですけれども、なかなかうまくいかないですね。あ、またさっきみたいにこれはみんな一緒に壁の外にっていう感じなんですね。それです。みんな一緒に壁の外に。あ、なかなかうまくいかないですね。クロードも連続ですね。これは今首都デネリムの市内で起こっていることなんですけれども、本当だったらその市街をダークスポーンと戦いつつ抜けて、先ほど主人公が捕らわれたドラコン砦という砦に向かうんですけれども、はいはいはい、その戦闘をスキップするためにここで試行錯誤することになります。なるほど、大規模戦闘スキップは確かに大事ですね。そうですね、何しろ本当に長いんですよ、ここは。長い上にも敵の数もすごくて、まあ、最終決戦なのでさすがに敵のね、敵も強いんですよ。そうですね、容赦してこないでしょうね。そうなんです。いや、成功するといいですね。成功するといいですね。
My timing is terrible now. Okay. If you must. Yes. Hey. We got it? Great. Yes, three conversations. Nice. Ah, 行きましたね。よかったよかった。お、よかった。Three conversations instead of just the two that we needed, but hey, we take that. So this is why taking more. ここ2回戦闘があるんですね。最初の戦闘はうまくスキップできて、で、今また2回目の戦闘が始まったんですけど、それをこう回避するために、壁の外へね、走って川に飛び込みます。敵前逃亡ですよね。いいのかって感じですよ。ね、なので世界に2人しか残ってないのに。そうなんですよ。まあこれからがね、ラスボスのところに一直線っていうことなので、はい。で今これ水中を通って、ラスボスのいる砦のてっぺんですねに向かおうとしています。面白いですよね。とても最終決戦中とは思えないようなそのシュールさが、ちょっと気が抜けてますね、ちょっと。はい。If there was a jump function in this game, I think it would be absolutely broken. I mean, you could already just walk out of mountains and so on. Yeah. I think my favorite part about the conversation glitch is watching Sten like teleport. 今一瞬入ったエリアで、まあ本当だったらそのダークスポーンの将軍、まあ、特に強い将軍を倒さなきゃいけないんですけど、そこはまあはい、無視ですね。無視しちゃう。はい。さあここでも同じようにまた壁の外へ抜けるグリッチを使用していきます。Gotcha.すごいでしょ、空の色が。すごいですね。ダークスポーンというか、まあ、アーチデーモンが出現すると空の色がこうなるんですね。とにかく、邪悪な、はい、近づいてきてる感じしますね。近づいてきてます。もうすぐですね。Yeah, I think we can run a few more. I thought you like fell into the void for a second. 壁の外を爆速で。Absolutely. We have a donation from 99 cent dreams of $100. はい、今マップの左下にあるのがそのドラゴン砦ですね。最終決戦の地です。なるほど。ラスボス来たところに戻ってくるんです。そうなんです。でここでもまたロード開けと同時に戦闘が始まってしまうところなんですけど、またうまくいきましたね。ここでは壁抜けグリッチを使って敵をガン無視して砦の中に入ろうとしています。はい。あ、もう入っちゃった。砦の中に入りました。あそこの戦闘は本当にきついんですけれどもね。でね、壁抜けグリッチを使用していきます。真っ暗ですね。右上に一応マップが出てるんですけれども、マップだけを頼りに進んでいくって感じなんですね。そうです、完全に暗闇ですね。で、まあ、塔のてっぺん、でも砦のてっぺんに、ラスボスがいるので、はいはいはい、上階まで駆け上がっていきます。駆け上がって、はい、楽しみですね。どんな駆け上がり方をしてくれるか。同じグリッチを使用して暗闇の中を進んでいきます。そう、駆け上がってる姿が見えないですね。そうですね。本当マップの黄色い点でしか確認できないですね。この真っ暗な感じで到着しちゃう感じなんですかね。そうです。はい、到着です。ラスボス、アーチデーモンです。でまずは、デバフですね。相手の体勢にペナルティがつくデバフをかけて、でコープスボムをかけて継続ダメージを与えていきつつ、まあ、あとはスペルで削っていきます。まあ、マジックが高いのでね、今あまだ待っていいか、まあ、方向で消えましたね。
いろんなところに移動するんですよ、点々と。はいはいはい。はい、でそれをこう追っかけながら倒さなきゃいけないんですけど。あ、終わってる。終わってる。終わってました。じじです。グッドゲームです。すいません。なんかちょっともやもやした解説になってしまいました。いや、ちょっと急にパッて消えたんで、あれってなっちゃった。終わってましたね。はい。グッドゲームです。ラストボス。グッドゲームです。倒しましたね。お、ムービーかっこいいですね。そうなんですよ。カットシーンもね、かなり凝った作りになってます。さあ、今ら、アーチデーモンにとどめを刺して。まあ、ただ儀式を行っているはずなので、はい、今主人公がとどめ刺してますが、主人公は死なないはずです。儀式もね、本当はすごくセンシティブというか、カットシーンがあるんですけども、はいはいはい、綺麗に、はい、カットされてましたね。さあ、アジデモンを倒したところでダークスポーツがどんどん撤退していきますね。はい、RTA では今回の RTA ではスキップされてしまったドワーフ、エルフ、サークルの3勢力のクエストだったり、あとは、はい、登場しなかったコンパニオンの、コンパニオンたちもすごく、魅力的です。で特にですね、ドラゴンエイジオリジンズは会話中の選択肢の豊富さに定評がありまして、例えば大事な人をなくして断るごとに泣いてしまうウォーデン先輩、今この真ん中歩いてるんですけど、ウォーデン先輩に対して共感を示してあげるのか、はいはいはい、それともさっさと立ち直れ、うっとうしいっていう風に突き放すとか、あとその決断を渋る NPC に対して説得するのか脅すのか武器を抜くのかとか、そういう選択肢がすごく豊富で、はいはいはい、思う存分豊かなロールプレイを楽しむことができるんですね。であなたのプレイヤーの選択によって相手の態度だったりストーリーだったり影響があり分岐します。その分岐の細かさとか丁寧さっていうのが本当に見事 で発売から10年以上経ちますけれども、まだまだ色褪せないなと思います。でファン同士で話していてでもですね、いやそんな分岐初めて聞いたんだけどみたいなことが多々あります。あ、なるほど。はい、今最後のムービーが始まりました。今なお新しい発見があるゲームありますね、本当に。次回作ドラゴンエイジ2では、魔導士とテンプル騎士団、教官の軍隊ですねの緊張が徐々に高まっていって爆発に至るっていう話が展開されます。で先ほど言った通り現在3部作まで発売されていますが、主人公はどれも別で、話自体にそれほど強力なつながりはないので 1,2,3 作目どこから始めても楽しめると思います。私も最初にプレイしたの3作目だったので、ぜひね気になるタイトルからお手に取ってみてください。一緒にドラゴンエイジの世界を楽しみましょう。はい、というところで、はい、では解説は以上です。解説の後さんでした。はい、すごい濃厚なストーリーとか設定だったりとか、そうですね、解説がないとわからないことが多くてとても助かりました。はい、いえいえ、本当に解説のアツさんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では一度次のゲームのセットアップの準備に入りますので一旦ミュートさせていただきます。My father beat cancer this year. He was pretty quick about it, so that counts as speedrunning. Congratulations on winning the fight against cancer. Up next is Ori and the Will of the Wisp. We have a speedrun race coming up. But first, we have some messages from our sponsors.